シグネチャームーブを教わろう川村拓也編いただきました。ありがとうございます。さあ、川村選手、はい、シグネチャームーブ、何を教えてくれますか？いや、まあ自分はやはりシュート能力を買われて、今のこの世界で生きれてると思うので、はい、まずはシュートに行くまでの、まあステップだったり、ディフェンスとのズレの作り方を、ちょっと将来的にこれを見てくれてる子どもたちが、はい、うまくそれを見てきっかけにしてくれたらいいなと思うので、そこをちょっとレクチャーしていこうかなと思います。ありがとうございます。今から言いたいのはボールをもらうまでの過程をうまく使うことによって、その後の距離感だったりシュートにつながる動きっていうのを少し僕なりの考えを皆さんに伝えれたらなと思います。うわー、おもろそう。お願いします。はい、まずは、はい、やはり僕たちは、ビッグマンプレイヤーとうまくスクリーンプレーを使った上で、ノーマークを作るために、動きます、そのためにまずはちょっと根室君、ビッグマンのスクリーンの役割をちょっと根室にやってもらって、はいはいはい、田村さんにはちょっとディフェンスをやってもらって、はいはい、その中で、うまく、コツというか自分の考えて普段考えていることを皆さんに伝わればいいかなと思って。ピックアンドロールのってことですか？いや、違います。じゃなくてオフボールムーブなんですね。オフボールムーブ、まずは、はい、やはりここにボールがトップのプレイヤーがボールを持ってたりします、はいはいはい、ポイントガードがボールを持ってます、はい、で僕たちはだいたいこのゴールの下からウィングだったりハイポストによく見るカードしたり、はい、スタックプレーっていうプレーがよくあるんですよ、はい、よく見ます。普通シューターって外で待ってるイメージの方もいらっしゃるかもしれないですけど、一回リングしてくるのよね。そうですね。ここに来てスタックプレーって言って、ああいうスクリーナーを使うんですよ。最初からここのウィングにいて田村さんがちょっとディフェンスをしてくれていて、はい、ポイントガードがいる状況で、やはり田村さんバッドディフェンスですね。すいません。ああ、すいません。まずはボールを持たせないようにこういうふうにディフェンスをします。パスコースを防ぎますよね。このパスガードと僕の間にディフェンスの手が入っていると、なかなかポイントガードはパスを出しにくいポジションにあるので、まずはしっかり自分のディフェンスをゴール下まで押し込みます、はい、押し込んだ上で、まずはこうやって今みたいに後ろをついてきた場合、はいはい、僕はこのビッグマンとの距離をうまくこう肩と肩をぶつけながらディフェンスが入られないようにします。でこの一歩でポイントガードに近づいてパスをもらってシュートを打つということをよく意識してます。普段のシューティングもそうなんですけれども、自分でこうやって 1,2,3 のテンポで多くの選手はシューティングをしていると思います、その形っていうのはやはり普段やり慣れている形なので、一番シュートを打ちやすい形だと思います、なので今みたいにこう後ろをついてきた時にしっかり自分の仲間のオフェンスプレイヤーのスクリーンに体をぶつけた上でここに入ってきて、ドリブルを使わずにジャンプシュート、しっかりミートをした上でジャンプシュートを打つ形っていうのは非常にいいのかなと思っていて、逆に今度はディフェンスが先読みをして、はい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 、ここのスクリーナーのスクリーンをうまくかわして、こっち側に行った場合があります、はい、先読みして、こっちに行かせないよ、さっきのここを狙ってるなというので、さっきこっち行くわけですね、ディフェンスが。そういう場合はしっかり、しっかりこっちから一歩下がって距離感を取ります。そうすることによってこのディフェンス、今見てるように田村さんのディフェンスプレイヤーと僕の距離に間に距離が生まれます。すっごい遠いの。その後にもう一回インサイドに押し込んで、あ、ついてきました、こっち側にディフェンスがカバーしました、って言ったらもう一回こうやってここに、うわー悪いなー、ボールをもらうスペースができると思うんですね。へー。なのでこの距離感っていうのは、ミニバスプレイヤーはじめ中高生っていうのは非常に有効に使えると思うので、それは、僕も意識していることなので、うまく活用してくれたらなと思うので、すげえ。やはりディフェンスが先読みしてて、今みたいにこっちにステップバックした場合は、うまくポイントガードがボールを見てくれてたら、スペースを見てくれてたら、こっちにうまくボールが飛んできます、なのでこの距離感があればうまくノーマークでシュートが打てると思うので、そういうところは普段から意識してますね。いかにこのドリブルを使わずに、ドリブルを少なくした状況でシュートを打つかっていうのは、普段から意識しているので、その時のディフェンスとのズレ、それは普段から、やるようにしてもらう。なるほど。基本的なところに忠実な選手っていうのは、きっとこういうふうに基本的な部分の中で余計なことをしなくても
ノーマークを作ったり自分のなりのスペーシングを作ったりっていうのができると思うので、僕もまだ曖昧な部分がたくさんあるんですけど、こういうことは普段から意識してるので、だからああいうスーパープレーとかが生まれるわけですね。その実はボールもらう前の段階ですごい駆け引きしてんのや。はい、リーグの中でもたくさん素晴らしいシューターがいるんですけど、やはり確率が高いシュートっていうのはドリブルから始まるシュートではなくて、キャッチ&シュートと呼ばれる、パスもらっていいミートをした上でいいスタンスを取っていいタイミングでシュートを打つっていうシュートはやはり確率が非常に高いシュートだと思うので、それはあの今のシーホースの金丸選手も上手ですし、各チームのシューターも素晴らしいスキルを持っていると思います。なるほど、はい、ちょっとじゃあ僕やらせてもらっていいですか。はい、どうぞ。しっかりあの追いかけてきたディフェンスをしっかり見てインサイドにしっかり、その距離だともう一歩でスクリーナーまで行ってしまうので、もうわかんない。しっかり中に押し込む。あ、ここまで押し込まなあかんねや。しっかりフィジカルを使って押し込む。押し込んで、こっから、そこでもズレが出てます。なるほど、なるほど。しっかり押し込んだ上で、ついてこさせない。ここまで行きゃええわけじゃないねんね、はい、ちゃんとこの自分のマークマンをここまで押し込んで、こっから行くねや。そうです。体を当ててしっかり行くことによって、自分のまず一歩のリードが取れます。はあ、なるほど。それで自分がスタートした時点でしっかり半目で自分の視野に自分のディフェンスを入れておくこと。あ、なるほど。そうすることによって自分の体を当ててスタートしました、うん、その時点でディフェンスをもう見ておきます。はあ、ここ入れてんねや。はい、はあ、進行方向思いっきり見たらあかんねや。ダメです。うまく入れながら見て、でチョイス、チェイスしてるなと思う。チェイスしてきた場合はしっかり肩を当てて遅らせる。もうこの時点で遅れてるので、そこでもうキャッチした場合はもうノーマークでシュートが打てると思います。なるほど。しっかりそれを見極めた上でボールをもらうことができれば、40分の試合の中ではたくさんチャンスが生まれると思うので、しっかりしたスペーシングのタイミングとスピードさえしっかり使えればいいリズムが取れると思うので、はい、しっかりここで押し込む。ここで押し込んで、ほんでついてきてるかな、こっち。田村さんが決めれたように、言い方今みたいに、しっかり 1-2 のミートのステップを踏むことによって高確率のシュートが生まれると思うんで、しっかり、ステップは踏んでほしい。それで真上に飛んでシュートを打ってほしいな。なるほど。そこのステップのコツある？ステップはやはり1歩目でリングに正対すること、はいはい、まあ、僕がやります、はい、しっかり押し込んでる。うわ、めっちゃ落ちねんな。うおー、もう1歩目でしっかりリングに向かう。1歩目のインサイドフットを押し込んだ上で、うん、はい、1歩目のインサイドフットをしっかりゴールに正対する。はで、2歩目でしっかりバランスを取った上で、うわー、シュートバンク打つことによって、それぞれみんなが持ってるスキルをうまく活用できると思うので。なるほど。でさっき話したように次はディフェンスが裏に表に先回りした側にステップバックしてコーナーに合わせます、はい、なんで田村さんがついてきました、はい、やっぱいかれると思ってた。そしたらこれぐらいの距離感が出るので、うわ、そしたらシュートを打つことによって、うわ、いいノーマークができるんじゃないかなと。なるほど。思います。押し込んで、こっち、うぅ、入り方は汚いけど、あ、面白い。このたかが5分で田村さんのシュート確率がこんなに上がりました。やめよ、たかが言うな、田村、頑張っとんねん。短時間でもやっぱりこういういい動きができればいいシュートにつながると思うので、ぜひ試してほしい。なるほど、素晴らしい、ありがとうございます。普段自分がシュートを意識していることは、はい、やはり回転だったりフォローする。綺麗もんな。には非常に集中している部分で、そうなんや、やっぱり意識いるねやっぱり。じゃあちょっと教えてください、コツを、はい、さっきも言いましたが下半身のこの 1-2 もしくは左右右左のこの 1-2 のステップっていうのは非常に重要だと思ってるんですけど、はい、まあ、どっちのステップでも、打てることは非常に重要だと思います、うん。ですが、そのまずボールをもらったときにしっかり 1-2 のステップで肩幅ぐらいしっかり踏んだ上で最後まで伸びきるようにシュートを打つ、うん、そういうことができれば、今は入るか分かりませんけどノーウォーミングアップなんで、すいません、あれですけど、しっかり自分でもできると思います。こうやってボールを落として 1-2、 そういう練習の中で 1-2 から
してると思うんですけどね。今の僕の軌道よりもちょっとボール半個分ちょっと低いんですけど、最後まで、手首を返すことによっていい回転ができると思うので、高橋さん、シュートが入る入らないっていうのは、うん、あんまり気にしなくていいんで、あ、そう、シュートに行くまでの過程を、しっかり 1-2 のステップ、そして最後まで打ち切る、このフォローする、そうかそうかそうか、忘れた、それ、あの1連すべてを頭に入れた上で1本のシュートに託してください。いきます。あー、ミスった。いや、いいと思います。ボールのナンバーは綺麗にアーチがかかってるので、僕もちょっと何本かやらせてもらいます。あ、お願いします。しっかり真っ正面の、はい、しっかりミートしやすいポジションなので、うわ、ええなぁ、ええなぁ、うわ、渋っ。うまく、しっかり下半身とフォロースルー最後まで意識すれば、いい回転にもつながりますし、いいアーチがかかったシュート、そういうところに繋がってくると思います。もらい方も大事、最後まで打ち切るというのも大事、はい、一連の動きをきれいに、あの、やっぱ身につけていくのが大事ってことですね。そうですね、ミートを始め、ミートからシュートのモーションは始まっているので、下半身から足先から最後の打つ指先まで意識することによっていいシュートが起きます。シューティングの時ってさ、なんかなんとなく普通にこうだらだらこのまま行ってしまいがちじゃん、はい、でもやっぱこの1個ミートを入れる練習するだけでも、ちょっとやっぱリズムで実践に近づくってことで。もちろんです、ね、やはり右利きの選手っていうのは左右のステップの方が打ちやすいんですね。あ、確かに自然と取っちゃったわ、はい、だけどやっぱり右左のシチュエーション必ずゲームの中では出てきますので、両方、はい、両方しっかりこういうステップでボールをもらう時もあれば、こういうステップでボールをもらう時もあります。なのでどっちのステップでも打てるようにすることが、必ず、あの、皆さんのいいシュートにつながると思うんで、カリーなんかはもうステップからもう全て始まって、ドリブルのところでも全部始まってて、そこからただこういうステップバックだったりとか、このステップバックの距離感でもうすでにズレを作った上でシュートを打ってますけれども、彼はセットシュートをする、ここで一回構えて打つシューターではないので、やはりこの一連の流れの中から、この、うんうん、速さを求めてクイックリリースのシューターなので、それはもう一段階、僕なんかはできないんで、もう一段階上の選手たちが取り入れてるシュートなので、僕もそこを目指して、今はやってます。注意してほしいのは、やはり一番最初から遠い距離を練習しても入るようにはなりません、はいはいはい、なのでしっかり自分の、距離を伸ばしていくことって重要で、このミドルシュートからしっかり自分の形を作っていって、どんどんそれができるようになったら、一歩後ろになって一歩後ろになって、最終的にはこのスリーポイントラインの距離に伸びていくと思うので、さっきの最初に教えてもらった、あのスタックからのここでもらってたやつも、結局は距離が伸びたらスリーポイントでそのまま使えるってことか。そうです。そうか、はい、同じ形をしっかり、あの、どのポジションどのスペースでも使えると思うので、はい。タクちゃんさ、はい、ボールもらった時のさ、このディフェンスのさ、はい、どこ見てシュート行くかドライブ行くかとかっていう判断をしてるかをちょっとだけ聞きたいねんな。まあやっぱり自分が整体した時にゴールを真正面を向いていて、うん、相手が例えば半歩こっち側にいた、半歩こっち側、もうほぼ半歩です。それぐらいいたらやはりこっち側にスペースがあるので、これでスペースあるとなんねや、これやった瞬間に早っ、そっち側のスペース、もしくは縦に切る、そうですね、縦に切りたいのが、自分の思いなんですけど、なかなかそういう風にいかない時もあるので、これだけずれてたらこっちに行くのはやっぱ少し遅れますから、うん、しっかりピックアンドロールを使って、はぁはぁはぁ、なるほど、縦に切れたら切るけど無理やったら その、はい、そっから使うねや、そうですね、 あとはやはり下半身のバランス、今みたいに左足が前に出てた場合、ディフェンスの足が左足が前に出てた場合は、うん、こっち側に抜くことによってこの足は必ず遅れます。ほう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 、なので人間の体の構造上こうは動きにくいな、はい、だからこうなってたらすぐついてこれるけど、そうです、こっちの分は遅れが出る、はいはいはい、そのコンマ何秒の遅れをうまく自分のタイミングに取り入れたいので、うん、しっかりディフェンスの足を見た上で、うわ、そこ見てんねや、シュート、今のはシュート入らなかったですけどいや大丈夫、あんだけ入ってよかったそういうところで、うまく相手の隙を見つけることによって試合中の中ではたくさん
自分にものにできる部分もあると思う。距離だけじゃなくどっちの足が前、重心がどっちにかかってるかとかまで見てんだよ。これは勉強になる。さすがでございます。ありがとうございます。すいません、お時間ない中で、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、新シーズン頑張ってますので、応援してますので、頑張ってください。はい、ありがとうございます。お願いします。頑張ってますって何やね。YouTube でいいじゃないですか。いい終わり方。イエーイ、ババババーン。最悪や。皆様、もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また見てねー。